こんにちは、ゆりしすもてあしチャンネル委員長の林でございます。今日は14回目かなですね。うちではね、ってか私が今、研究を進めている機関でゆりしすという機関があるんですけども、このゆりしすという、カイロサロンというところは、実は東京の東新宿駅のすぐそばだったり、大阪の日後橋駅の直結してるところにやってたりとか、すぐそばでやったりとかしてるんですけれどもね、この中で私たちいつも皆さんに指導する、いろんな指導させていただくんですが、その中にね、食事制限すんなっていうことですね。いろんなことで、なんでね、ゆりしすって食事制限しないんだろうっていうことについてちょっとね、お話をしていきたいと思いますので、よかったら参考にしてください。どうぞ。こんにちは、ゆりしすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日のテーマはこちら、ゆりしすはなぜ食事制限をしないのかですね。ゆりしすは私当院ね、私どもでやってる新宿と、それからあと大阪の肥後橋でやってるんですけどね、こちらの方でやってるゆりしすというカイロサロンは、私たち食事制限を一切いたしません。で、なんでかっていうと、実は前回の、13回目のね、前回のそのテーマであった、なんでリバウンドするのかっていうことに、近いところがあるんですけどもね。食事制限をするということは、皆さん一般的にどんな制限しますかね？連想してください。野菜を食べない食事制限って聞いたことあります？じゃあお肉食べない食事制限、たまにあるかもしれない。で、じゃあ炭水化物を抜くっていう話は、よく聞くと思いませんか？はい。でね、つまり日本人がというか、日本人がダイエットするにあたっては、お肉を少し減らすとか、揚げ物を減らすとか、炭水化物を取らないするとかが有効だっていうお医者様も実際にいらっしゃいます。ですが、私たちは絶対にやるべきじゃないと思ってます。人間はいろんな食べ物によって、いろんな栄養や酵素やビタミンやそういったものをもらって、生活するわけです。あるものを止めて食べないで済むなんてものは一つもないんです。人間と同じ、人間の臓器と同じ、機械の部品も同じ、無駄なものは一つもないんです。皆さんちょっと覚えておいてほしいんですけど、何かをやめることによって何かが得られるっていう、なんか一つのことをすると一つのものが得られるみたいな考え方は、ちょっとおやめになっていただきたい。健康っていうものや美を勝ち得るためには、いろんなことをしないと成り立たないんです。私はよく美は一日にしてならずと言いますが、まさにそういうことです。皆さんには申し訳ないんですが、食事制限をしている方は、たとえ体重が10キロ増えてもやめてください。それをしない限りは、腸に大変な負担と異常なまでの 腸の活動が始まります。自分はこの少ない食べ物で生きていかなきゃいけないんだと思ったの腸は、この量で生きれるようにするんです。だから、震災のようなことが起きたとしても、人はそれで餓死はしないんです。ただし日本人なんですね。なんでかっていうと、日本人、農耕民族なんです。農耕民族だから、なかなかそういうことができない。なかなか難しい話。今からその話するとまたちょっと時間長くなっちゃいますから、またこれ別の時にお話ししますけれども。つまりですね、食事制限をしないで、少しずつでいいから。例えばご飯をこんな食べてた人がこのぐらいにするとか、ご飯をいきなりガバッと食うんじゃなくて最後に食べるとか、そういう工夫は必要ですよ。でも、そうじゃなく、それだけじゃなくて、他の食べ物もいろんなもの食べながら、バランスよく食事をするってことが実は一番大切なんです。だから端的に痩せるための食事と健康維持するための食事は違うかもしれないけども、私はもしリバウンドを望まないんだとするならば、バランスのいい食事をしながら体を作っていって、そして痩せていくっていうのがベストだと思います。単純に私1ヶ月で痩せたいんですけどっていう人いますけども、どうぞ1ヶ月で頑張って痩せてください。必ず1ヶ月後リバウンドしてますから。私はそう言います。逆に1ヶ月や2ヶ月で太っちゃったって人は、頑張ったら1、2ヶ月で戻れるかもしれません。それが私たちゆりしすの考え方であり、私たちゆりしすが求めているものです。20年かかって太った体はというか、汚れた皮は
20年経たなきゃ綺麗になりませんよ。でもうちに来たらもしかしたらそれが2年で綺麗になったらラッキーなんじゃない、そのぐらいでゆっくり考えていただけたらといいと思います。まあ今日はここまででございます。はい、食事制限はなるべくねしないようにして健康維持してください。以上です。ありがとうございました。